時はやるんだよ。成長できたかな。何でもかかってこいって感じかな。来たよ。どんどん行くよ。これなら次で最後だ。次。ちょっとは成長できたかな。シリュウさんですか？そうだけど、あなたたちは？僕は魂の守り人のバル。こっちは火の巫女のヒナだよ。バル君、ヒナさん、はじめまして。僕はロングレンで語り部をしているシリュウです。村の外まで出て何をしていたんですか？風車の点検をしていたんだ。風の巫女が決まっていないからか、風も荒れっぱなしでね。僕たち、カリナに頼まれて君を探しに来たんだ。そしたら風染めをやってくれるって。本当に？カリナ、風染めをする気になってくれたんだ。風染めってそんなに難しいことなの？やるだけなら誰でもできるよ。谷を流れる風に布を流して色をつけるんだ。フェアリーを呼べるかどうかはまた別の話だけどね。カリナが染めたらきっとすぐにフェアリーも来るだろうにな。どうして乗り気じゃないんだろう。カリナは風の巫女に選ばれたいんだよ。でも村中の人がカリナは巫女になれないって思ってる。それなのに風染めではカリナの腕ばかりを頼って、みんながこんな調子だからフェアリー様が来てくれないのかも。カリナさんが巫女に選ばれないってどうして？大精霊に喧嘩を売っちゃったとか？面白いこと言うね。いくらカリナでもそこまではしないよ。まあいろいろあるけど、うちの村の問題だから気にしないでほしい。カリナだって村が滅んでいいわけじゃないはずだ。森人が来たことでやっと重い腰を上げる気になったかな。ひとまず僕は先に戻っているね。声をかけに来てくれてありがとう。問題ちゃうやろ。それにもうティアナから迎えが来たって話やないの。あいよ風の巫女を指名してもらわなあかんってわかるやろ。村のみんなもカリナの気まぐれに迷惑しとるんや。そこまで言うなら自分らがやったらええやん。なんでうちだけ風染めしろって怒られなあかんの。巫女になれるわけあらへんってさんざんみんなで言っときながら、そんなんでよっしゃフェアリー呼んだるなんて思えんわ。お前それ拗ねてるだけやないか。拗ねてるって？
あって、うちは巫女になって世界を。カリナ、うちらも残念に思っとるんやで。我が家から風の巫女が選ばれたのはもう何代も前のことや。とびきり風を読むのがうまいカリナならって思うとったけど、あん時に社で無茶したから。うるさい。うちはあのこと後悔してへん。もう説教は十分や。まったくあの子ってば。風のカンナギの自覚があるのかしら。無理やりさせてもフェアリーは来えへんからな。シリュウ君が何とか説得してくれへんかな。読んでくれてありがとうな。それじゃあ約束通り風染めをやってくれる？風染めやるなんて約束してへんし。それよりシリュウとお話しするんやから邪魔せんといて。そんな話が違うじゃないか。それにミコが選ばれなかったらロングレンは。そうだよカリナ、風のミコを選ばないと村に災いが起きるよ。風は荒れ狂い、翼ある者は地に落ちる。そんなん古い言い伝えやん。ここはずっと風強いし、ドラゴン族は空飛べるわけあらへんし。お。僕たちは平気でも、ラムコが地に落ちちゃうかもしれないよ。でも風染めなんて誰がやってもええもんやし、村人総出でうちにお願いでもせんとやる気にならへんわ。頑張ってフェアリー読んだとこでうちが巫女になれるわけやないし。そうだ、バル君が風染めをしてみたらどうかな。え、僕が？風染めは誰がやってもいいものだからさ。よそから吹く風が物事を動かすことだってあるだろう。似たようなことを村長さんも言ってたね。ほんならせいぜい頑張って。うちはここでシリュウとおしゃべり楽しんどくわ。本当にシリュウさんと仲がいいんだね。まあ、はよ行きや。風染め場ならちょっと登ったとこにあんで。うまくできるかな。なんとか呼べるといいけど。バルがダメだったら私やってみたい。よし、ダメだったら交代でやってみよう。